おはこんばんちは、ゆっくり霊夢です。おはこんばんちは、ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルはうぷ主こと、黒黒猫が思いつくままに趣味の範囲で動画を作って自己満足しているチャンネルです。結構趣味が偏ってはおりますが、できるだけお楽しみいただけるように頑張っております。もし、動画の内容がいいやんと思われた方は高評価をお願いいたします。また、興味を持たれた方はぜひ、チャンネル登録をお願いします。それでは、ゆっくりしていってねー。今回も前回に引き続き、クエスト2とクエスト3の比較をしていきたいと思います。と言っても、細かいところではなく、基本的には見た感じとかになってしまうんだけどな。スペックはスペック表を見てもらうのが一番だと思っているのよ。そこはクエスト3が高性能にしかならないからな。で、前回の動画のコメントにあったイマーズ度での比較ってのがあったので、確認してみました。まず、結論から言うと、うぷ主的にはクエスト3の方が使い勝手は断然上ってことなんだぜ。理由は一つで、今実際に見えている画面はうぷ主の汚いデスクなんだけど、フルカラーパスなので普通のウェブカメラのようでしょ。キーボードの文字も割とはっきり見えているので、これをキーボードのところだけ切り抜きパススルーにしてみるんだぜ。今、一生懸命にハンドトラッキングで切り抜き範囲を指定しているんだけど、前も言ったけど部屋の光量が足らなくてトラッキングが不安定なのよね。見ての通り、キーボードがはっきり見えるので、どんなキーボードでも問題なく利用できるんだぜ。ちなみに、この部分切り抜きパススルー機能は以前からある機能なので、まあ新しいわけではないのよね。当然、これも元からあるトラッキングキーボードをグラフィックで表示させる機能も残っているんだぜ。この場合、表示が英語キーボードの表記になるので、注意が必要になります。自分の手がパススルーになっている時は手のところだけ実際のキーボードが見えるので、記号は見えなくもないんだが。さっきも言った通り、うぷ主の環境は暗いので、ハンドトラッキングがコロコロと切り替わっちゃうのよね。切り抜きパススルーでも同じ現象が起こるんだけど、結局実物に勝る情報はないってことで、キーボードトラッキングは使ってないのだ。ただし、切り抜きパススルーが使えないメタホライズンワークルームズはキーボードトラッキングするしかないのよね。あっちは機能が新しくなって、拡張の仮想画面が1枚追加できるようになっていたぜ。どっちにしても、このカラーパススルーのおかげで格段に使いやすくなっているのは間違いないわね。本当に見やすくなっているよな。おかげでうぷ主のデスク状況が丸わかりだったけどね。年末には片付けるらしいぜ。あと、イマーズ度を使っている最中のチャットの画像をアバター指定する方法を紹介します。対象は今流行りの Teams での設定なんだぜ。自分のアイコン左を右クリックして設定からデバイスを選択します。デバイス設定の下の方にカメラの項目があるから、そこをイマーズ度ウェブカムに変更するんだぜ。これで、実際に会議するときにカメラをオンにすると、アバターが表示されるようになります。うぷ主が実際に仕事で使ってみたときは反応は上々だったようだぜ。皆さん、こういうのは興味がありますもんね。で、今度はスタンドアローンでできるゲームを比較してみようか。お久しぶりのルインズネイガスのオープニングを並べてみました。よくわかんないけど、クエスト2では身長検知がまずかったのか、かなりの高身長になってしまったようだぜ。ちなみに、音声は被ると面倒なのでクエスト3に合わせてあるわ。遺跡研究機関エニグマ所属、現場研究員アイリス。ルーキークラスのサポート任務に伴い、あなたのサポートに努めます。でね。個人的には高身長の上目遣いのアイリスが可愛いと思うんだが、身長差小はいけないわね。うぷ主は身長153センチの小太りおっさんだからな。やっぱり映像そのものについてはどちらも一緒に見えるわね。あとはレンズ越しの見た目なんだけど、確かに色々と改良されているクエスト3の方が見やすいのは間違いはないんだよな。今度は思考を変えて、PCVR ゲームを試してみましょう。ああ、今うぷ主が熱中しているハーフライフアリックスだな。ああ、画像が色々とこじらせてるのは気にしないでくださいね。うぷ主は現在ダヴィンチリゾルブの勉強中でございまして。やっと、動くように設定ができたので、品質は初心者レベルなのでございます。そのうちにちゃんと見れるように。
なるとは思うんだぜ。ともかく、向かって左がクエスト3で、右がクエスト2なんだぜ。環境としては、どちらもエアーリンクで PC と繋いでいます。当然、PC はどちらも同じもので動かしているんだぜ。今回は違和感がなかったので、どちらの音も出しています。しかし、いつ見てもオープニングから絶景だよな、このゲーム。そうよねー。このクオリティでゾンビとかエイリアンが出てくるから、なかなか緊張感があるんだぜ。今回はそういうのは出てこないのでご安心くださいな。そのうち、ゲームレビューはしてみたいとは思っているようだけどな。その前にルインズメイガスとホグワーツレガシーを終わらせなきゃだわね。イースも止まったままだよな。やり残しはたくさんあるわねー。ともかく、ウプ主にはもっと精進してもらうとして。このゲームをちょっと解説すると、ハーフライフとハーフライフ2の中間の物語になっているそう。なので唐突にゲームが始まって、一気に本題に突入していくことになるんだぜ。どちらも英語版しかないらしく、ウプ主はプレイできないのよねー。そういうことはあるけれど、ゲームそのものはとてもよくできていて、2020年にリリースされたけど、今でも人気があるようだぜ。動画を見てもらうとわかるように、いろんなものに触れて、持てて、投げれるようになっているのよね。ともかく、チュートリアルもないけど、進めていくと自然に覚えていけるようになっているのがすごい。すぐにグロいものだらけになるけどね。で、ここが一番の見どころ。ぜひ、VR で体験してほしいわね。まあ、確かにそれもあるけど、ここを注意してみてもらうと、PC で稼働させているのにクエスト3の方が若干早いことがわかるんだぜ。PC VR のゲームで、基本 PC で処理させているのにちょっと不思議よね。まあ、全部が全部、PC で画像処理をしているわけではないんだろうな。では、左右比較できる画像で比較してみましょう。全く同じショットにならないのはさすがにご勘弁を。その中でかなり近いショットがあったので、これで見てみましょう。パッと見は同じようだけど、解像度の問題でクエスト2はちょっと画像が荒いのがわかるな。霧のかかり具合はかなりはっきりと差が出てるわね。そういう意味では、クエスト3の方がリアル感は出ているよな。続いてこちら。手すりの質感や、歩行ロボットの足の質感でかなり違いが出ているな。やっぱり近衛になると違いは出てくるのね。こうやって比べるとクエスト2はまだアニメっぽい表現だったのがわかるんだぜ。で、これが最後の1枚。遠くの霧のかかり具合と手前の3本足の見え方に明らかな差が出てるな。思っていたよりもかなりはっきりと差が出ちゃったわね。ということはだ、リアルなものほどクエスト3が優位って感じになるな。リアルなゾンビゲームとか、ホラーゲームはかなり怖くなりそうよねー。じゃあ、今度はセルアニメ風のルインズメイガスで比較してみようか。こっちは解像度の差はわかるけど、それ以上に差は感じられないわね。質感もほぼ大差はない。よな。解像度以外は差はないって結論で良さそうね。だな。ついで、と言っちゃなんだけど、アイリスも比較してみましょう。今回は身長差があって、上目遣いと見下ろす感じのアイリスを比べてみようって感じだな。上から見ると、なんだ？アイリス、意外と胸があるのね。見てる場所はそこなんかい。とりあえず、今回の比較はこんな感じです。本当は、クエスト2のフレネルレンズとクエスト3のパンケーキレンズの違いも見せたかったのですが、うまく撮れなかったため、断念しました。コアな人には物足らない比較動画になったと思いますが、初心者の方などにはちょうど良かったんじゃないかと思います。もっとも、ウプ主もまだ初心者の域を抜け出せていないだけなんだけどな。さて、そんな感じで今回は終わろうと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。